山本ねちろです。この動画は地方求人メディア、いわゆるご当地求人メディアの今、2022年最新版というのを取りまとめて送る、超対策動画にしたいと思います。この動画で分かることはこの4点になります。1点目、ご当地求人メディアってそもそも何、なんで地方で強いのかという概要的なところですね。そして2点目、驚くべき数があるのを皆さんご存知でしょうか。東名阪以外でどれぐらいのご当地求人メディアが、何種類あるのかというのを、我々で調べた、数を、発表したいと思います。そして3点目、ウェブ地方求人メディアはだいぶ、活況なんですよね。だいぶいろんな種類があるんです。多種多様なサービスを開始するのが3点目。そして4点目、紙媒体でやっているところが今どんな風な展開になっているか、この今を解説したいと思います。ということで、結構ねこれ2020年の保存版として、いろんな活用の仕方ができるかと思いますので、ぜひ、しっかりご視聴いただければと思います。では早速内容を見ていきたいと思います。ということで、この動画を作るんですね、いつも、ライブとかで一緒にやっております、我がことプランニングのね、かんやけさん。かんやけさんの、多大なる、調査のご協力のもと、この内容は企画して作成しております。ということでですね、早速ね、どんなのがあるのかってことで、バッと、ね、この地図を見ていただけるんですね。ドン。まあこれ、ほんと一部ですよ。一部、まあメジャーどころだけ出てるんですけどね。まあこの北海道のアルキタさんから始まり、B ジョブワーキング求人ジャーナル、どうも、仕事パトアスコム、Q スタイルアルパ、ジョブルキャリアザウルス、求人案内、そして、アグレ、沖縄のね、という風に、まあ展開しておりますかね。このあたり、そもそもご当地求人メディアの定義というのをまず我々どう考えたか、そこから行きたいと思います。定義はズバリ、こういう風に考えました。各地方に存在する地域密着求人メディア、地方初で全国展開を狙うウェブ求人メディア、これも今あるんですよね。代表的な2つね、後ほどご紹介しますが、そして生活情報誌、専門の求人コーナーを持っているようなメディア、総合的に職種を網羅しているメディア、派遣人材職が受け負う会社の自社集客メディアは省いた、そういう風な形で紹介をしております。特徴とすると、すべてではないですよね。1点目これです。中には、全国メジャー媒体と同等かそれ以上の影響力を持つものもあります。メジャーが展開していない、地域にも独自の拠点も営業も持っているのがまたご当地の強みですよね。で、3点目、フリーペーパー、折り込み、新聞など紙媒体の展開も実はね、まだまだ元気ということなんですよね。で、さらにそれが進化してね、ポスティングも力を持っているような地域もあるということなんですね。で、そもそもじゃあなぜご当地求人メディアっていうのが生き残り、そして今2022年もってもですね、結構強い地域があるんですよね。それが何なのかっていうのをこれね、このあたり本の特にね、かやきさんのね、調査によって、考えたんですが、ズバリこういうとこじゃないでしょうか。ドン。これね、タウンワークで、まあ、結局はまあ、全国的なフリーペーパーで言うとタウンワークになるので、タウンワークがどうなのかということなんですけども、実際ね、この CM 流してるタウンワークのフリーペーパーは、全国の全都道府県で、まあ、出てるわけではないんですよね。この緑の部分しか出てないです。つまりこの白の青森、岩手、山形、などなど、このエリアですよね。で、長野とか、岐阜。このエリアでは出てないんですよね。これがさらに、なぜご当地が強いかというと、仮に、これ、北海道や鹿児島なんかも展開してるんですが、タウンワーク。実際はですね、例えば鹿児島においては、鹿児島県の中では、鹿児島市と、まあ、本当その一部周辺のみなんですよね。で、北海道も札幌市とその周辺のみの展開ということで、そうなんですよ。この広さにおいてタウンワークはこんだけのエリアしか展開をしていないということなんですね。まあ、なので、やっぱりご当地、つまり地場でずっとやっていた求人情報会社というところの営業網、情報網というのが、未だに、主流になっているケースは結構見受けられるということなんですよね。さらにですね、今話した中でもありますけど、このメジャー媒体、まあまあ、タウンワークだけじゃないですけどね、が、拠点展開してない県も、結構存在するということなんですね。これ例えば中四国で見たときに、拠点がこの、色のついてくる、このマイナビさんとかパーソルさんとかバイトルさんとか、この拠点があるのに対して、山口、鳥取、徳島、高知には、拠点自体が存在しない、ゼロ県ということなんですよね。
ということで、まあ、こういったあたりがですね、やっぱりまだまだ、地域の求人情報というところに、まあ、独自の、拠点も情報網を集められる、そういったところが活躍をしていると。というところが一つ、活躍している理由というところなんではないかと思います。では、続けてですね、どれぐらい、この透明版以外にですね、ご当地求人メディアっていうのがあるのかというのをちょっと調べてみた、その数字に行きたいと思います。ということで、透明版以外、つまり東京都、まあ、愛知県では名古屋市ですね。そして大阪の、その主要都市以外の、まあ、ご当地メディアが何種類あるのか、ということで早速発表したいと思いますが、こんだけの数があるということです。ドン。なんと、717媒体、2022年にあると。いう、これは関谷家調査ということになるんですけども、その内訳ですよね。これ717、グラフにした方が、ね、分かりやすいかと思ったのでこういう風にしました。ちなみに、青のですね、グラフは2017年に調査をした時の数、それに対して、この、まあ、オレンジ及び、この ピンクですね、これが今回の数ということなんですね。ということで見ていただくとですね、まず、ウェブの媒体は大きくとにかく伸ばしてます。65だったのが188ということで、非常に増えてますよね。これが、まあまあ、ね、他と比べてね、大きく違いなんですが、ただね、これ面白いのが、そんなに紙のものも減ってなければ、むしろ増えてたんですよね。だから、生活情報誌新聞折り込みはほぼ横ばい。ですが、フリーペーパーが85から120増えてるんですよね。新聞でも87から118。まあ、この後ちょっと最後のね、最後の紙媒体の今で取り上げますけどね。一体なぜ、どうやってというのは、まあ、そのからくりをお話ししたいと思いますが、そしてね、ポスティング系媒体っていうのが14というふうに、むしろ、存在感が出てきてるということですね。一方、ただ、有料雑誌というものが、もうほぼなくなってきて、あと、残り5ということなんですね。というところで、まあ、だいぶ変わってきてると。そして、これをエリア別で見ましょう。はい、エリア別で見ましょう。ドン。こうなりました。なんとですね、結構どのエリアも増えてるんですけども、まあ一番伸びが顕著な中部なんですかね。283% アップ。まああくまでね、媒体数なんでね、これがどういう意味か、北陸甲信越もでもね、320% という風に、まあ、どこも軒並みありますけどね、でも、これ驚けるのは中四国が42ということで、トップになってるんですかね。すごいですよね。ということで、まあ、何ですかね。活況なんでしょうね。このあたりがまあ一番やっぱね、ウェブで媒体が成り立つようになったから、これ地方ももう一回ね、この求人メディアの、戦争が始まってるってことなんでしょうね。というところで、このあたりがね、数として今こんだけ、増えてきてるというところです。はい。では、この次はですね、じゃあその、地方の求人、ご当地メディア、ウェブがね、めちゃくちゃ増えたと。5年前の、65から180、120以上増えた。じゃあどんな展開をしているのか。これがまたね、多種多様あるので、ぜひ、こちらを、徹底解説したいと思います。まずですね、一番は、地方初、全国展開をして全国総合求人メディアとして戦ってる、状態、というですね、ものがあるのでそれを紹介していきたいと思うんですが、はい、それは何かというと、はい、こうなります。アスコムさん、求人ジャーナルさん、この2媒体ですよね。まあ2媒体以外もあるんですけど、この2媒体が特にまあ気になるというか、その展開でしょうね。ということなので、まずこれ求人数なんですよね。この全国のメジャー媒体と比べても遜色ないどころか上回ってる求人数を叩き出してるということなんですね。タウンワークが76万件、バイトル59万件、マイナーバイト28万件、マッハバイト22万件に対して、アスコムさんは32万件、eidem さんで20万件、ジャーナルさん、求人ジャーナルネットですね、18万件というふうに、あとジョブルね、これ山口のジョブルさん、これも12万件ということで、以降ね、このご当地続くんですよ、ウェブアルパ、ドームネット、ワーキン。で続くんですが、まあね、アスコムさん実際もうマイナーバイト、マッハバイトで多いわけですからね。というところで、この2社、ジャーナルネットと、アスコムと、ここが際立つということですね。簡単にどんな状況かというのを、整理、
してみました。ということで、まずアスコムさんっていうのはですね、もともと2002年に有限会社で創業をされ、学生誤解北陸の代理店3社を吸収し、北陸版のデューダを発行、まあよく06年ですね、学生誤解北陸の全事業を継承したということのようです。2009年にディップと事業提携し、デュードからバイトルに指名を変更したんですが、長野、山梨、東海、群馬を開拓後、提携を解消し、媒体名、まあ、この時はフリーペーパーでいった媒体名、これもアスコムに変えたようですね。ただ、そこからの動きがね、驚きですよね。紙媒体をどんどん撤退していって、今一部まだ残ってるはずですけどね、もうネットの全国情報サイトに集約して、サイトを徹底的に強化をして、さっきの掲載数、そして、まあ、それに伴うような反響が出てるということなんですね。で、セットで、まあ、いわゆる採用ホームページですね。ATS のミルトも展開し、全国へサービスを進化させているというのが現状のようです。ということで、まあ、地方から全国媒体に上がってった例という、まあ、この、どうなんでしょうね、5年の話でしょうね。というところで、まあ、非常に展開が大きくなった例ですよね。で、2点目が、求人じゃないですか。まあね、さっきの、アスコモさんとはまたちょっとね、違う展開なんですよ。ジャーナルさんこんな感じです。ジャーナルさんはもともとこれね、北関東を基盤に、東北、北陸や自社紙メディア、まあ、フリーペーパー折り込みで、延伸していったと。そして、西にはポスティングサービスなんで展開していったようですよね。この中で、ジャーナルさんのやっぱり戦略っていうのは、地域の求人情報会社と提携するっていう戦略だったようですよね。なので基盤のない関西や九州はウェブサービスを持たない、地元の新聞折り込みメディア、と求人ジャーナルネットで提携をし、件数を、拡大していき、今はもう20万件を超えているという状態になってきているということですよね。というところが、まあこれもね、すごいところですよね。いわゆる紙媒体の展開している会社と、そこに全国ネットの、情報数を集め、応募の送客ができる、求人ジャーナルネットの連携ということですよね。ということで、まあ双方の媒体価値を上げるという戦略ですよね。こういった展開、まあ他の会社でもあるんですけど、この2社。アスコムさんとジャーナルさんがね、やっぱり際立ってるので、インディードとかの、やっぱりこう、全国展開によって、市場のね、動向が変わったという、この辺は非常に参考になる例かと思います。では、続けてですね、動画のサービスで、地方でやっている例。なかなかこれね、面白い。ので、僕も全然知らなかった情報あるんですけどね。それを次はご紹介したいと思います。この様々なサービス2点目はですね、動画、なんですが、これがね、動画というよりはですね、地方テレビ局の求人サービスという形で展開をしている例なんですね。まずですね、ご紹介するのはこれです。富山県、チューリップテレビ、福井県、福井テレビで展開しているジョブチャンネルということで、この、動画制作能力と求人を応用している展開ということなんですね。で、さらに、福井テレビのジョブチャンネルは YouTube と連動した企画ということでやっており、そしてですね、これ、大分、転職大分ということで、これはですね、ちょっと大分の方、見てらっしゃったらね、ぜひ何かコメントなどもいただきたいんですよね。テレビ大分のスポット CM として、求人広告が結構放映されてるということなんですよね。なので、まあ、この結構地方求人媒体というよりね、地方テレビ局が求人に参入し、動画の、まあ、制作力、まあ、放送網を活かして、情報展開をしているというケースでした。では続けて3点目は地方のベンチャー企業新発想による求人サービスの誕生ということで、それも紹介していきたいと思います。まず1点目、地域にての AI マッチング求人メディアで北海道でやっているジョブアンテナ北海道さんっていうのもなんか面白いみたいですね。というまあいいかもというサインを送り合うことで倉庫の採用給付で行えるという、なまらいいかも機能、企業からの注目が上がっていくアンテナレベルなど、北海道らしさ、そしてまあゲーム感覚などを取り入れたような地域限定の AI マッチングということのまあ求人メディアをやってらっしゃると。そして次も面白いです。次ね、福岡なんですけどね、これも初めて見ました。はい、仕事トップさんというものなんでしょうけども、これはですね、福岡でなんと掲載プランが上位タイプほどより詳しく情報を伝えられるということで、この動画の再生時間が、掲載プランによって変わると。つまり、A タイプ一番長いのは、150秒とこれ書いてますよね。
で、E タイプだと30秒ということで、より情報量を伝えたいとなると、長い動画を放送できる枠を、それを、申し込んでやっていくということなんですよね。これもう果たしてね、そこどうなんでしょうね。実際にうまいことこれが、プランと、まあ、マッチしてるのかっていうのはちょっとまあ、ぜひね、聞いてみたいところですけども、そういうようなサービスが福岡ではやってるようです。そして、ね、変わった話で言うと、ちょっと動画ではないですよね。この、ウェブ読み物求人ということで、奄美大島でやってる、ですね。まあ、ノートのように読ませて動機付けをするような、まあ、応募動機を高める求人サービスということですね。まあ、この読み物系求人サービスというのも、まあ、今、展開が出てきているようです。ということで、ここまでね、ウェブ求人の話をしましたが、最後、この動画をまとめはね、では、ウェブで求人が地方でも展開が主流にどんどんなってきてるということなんですが、紙媒体はどうなのか。紙媒体2022年の今、これがね、元気なんですよね。元気なんですね。というところを最後紹介したいと思います。有料紙の今、1点目ですね。はい、まずこれです。フリーペーパーが全、先ほどのね、話で増加してるってありましたけど、これね、やっぱり、有料求人誌からのスイッチということみたいですね。ということで、まあ、例として、例えばこれ、歩きた、仕事ガイド、集まる子の求人案内であったりとか、求人鹿児島であったりとか、こういった有料の求人媒体が、フリーペーパー化がこの5年で進み、その分フリーペーパーが増え、有料媒体が減ったというところのようですね。これはね、まあ、当然、至極、まあ、当たり前のような流れかもしれません。じゃあ次に2点目ですね。ご当地求人、加盟店今ということで、2点目です。コンビニや駅の少ない地方集落は宅配型生活情報誌が根強いということで、これね、ちょっと挙げてるのは特に岐阜の例なんですよね。岐阜のこの地方、まあ、宅配型生活情報誌こんなあるんですね。8つもあるんですかっていう感じなんですけども、宅配型ポスティングで情報を届ける仕組みというのが根付いてるんでしょうね。ということなので、このいわゆる、生活情報誌の求人というコーナーというのは、今も引き続き、一定のシェアを持っているということのようですね。では3点目です。3点目。新聞もね、意外にまだまだという状態が続いてるんですね。むしろ増えてる。先ほどのね、話ありましたけど、87が118に増えた。何が増えたのかということです。はい。これですね。ローカル新聞の広告商品に求人広告の追加が散見されるということなんですね。ということで、こういう形で31紙増えたんですが、まあこれもね、やっぱり広告商品に求人広告が増えて、まあ参入というかね、そういう欄が、広告欄に求人が入ってきたってことのようですね。ということで、新聞の、そこの幸せもまだ、あるということですね。で、最後4点目です。新聞折り込み求人はポスティングサービスに活路を見出すということで、やっぱりね、もちろん新聞の言ったら部数が減ってるんでしょうね。ただ、その中で、ポスティング商材が追加されたので、そうなんです。そこまで減ってないんですよね。この、ポスティング商材が追加され、新聞折り込み数がほぼ微減にとどまっているということで、これはビズボスさんですかね。参考アドさんの、これはちょっと例で出てますけど、これ愛知県ですよね。というところで、まあ、このポスティングの媒体というのも出てきているということです。なので、総じてですね、紙媒体がなくなっているかというと、数で見ると、今のところ、むしろ増えている。2022年なんですけどね。増えてるという見方の方が全体で言えば合ってるんですよね。というのが、現状ということです。この動画は地方求人媒体の2022年の今ということで、振り返ってみました。そうですね。やっぱりまあ、ウェブ媒体が増えてますが、そのあり方もね、やっぱり様々。一つはでもやっぱり、インディード、まあ、求人ボックスとかの市場シェアが上がっていくにつれて、そこに、まあ、情報を引っ張ってもらえるインターネットメディア、地方のインターネットメディアも、十分な反響が出せるようになってきた。というところが、まあ、市場を活性化させた一つの要因ではあるんですよね。で、あとは、やっぱりまあ、いわゆるリクルートさん、ディップさん、エンジャパンさん、マイナビさんなどなどの全国大手求人会社
に、依頼をしてもやっぱ届かないエリアっていうのが間違いなくあり、そこに、様々な、この紙媒体でもまだ、いろんな工夫をしてですね、発展してきていると、今も発展してきていると、そういったところが、まあ、現状もまだあるということなんですよね。なのでまだまだこういうのを見てるとね、求人情報サービスのあり方っていうのはいろいろとちょっと、まあ、工夫をして考えていけるとこではないかなというのを感じました。ということで、この動画参考になった方は高評価、チャンネル登録、そして概要欄のところにメルマガ登録の、URL を貼っております。でこちらはですね、このウィルビーという会社の方で、月に1回2回、皆様お役に立つ、ウェブセミナーというまた YouTube とは違う、情報の発信の仕方で、有益な情報を、無料で届けるということで展開をしておりますので、ぜひ、そのウェブセミナーの情報、メルマガで配信されてきますので、そちらも登録していただければと思っております。では、また次の動画でお会いできればと思います。さよなら。ウィルビークロスリンクが提供するウェブセミナーシリーズ、今日のセミナーの内容もですね、かなり思い切ってると思います。毎月2回のウェブセミナーを開催。アグリゲート型サイトっていうのは強くなりました。インディードなどウェブ広告に関する最新情報や採用ツールに関する評価批評など、皆様に役立つ情報をお届けいたします。参加費は無料、 Zoom によるオンラインで開催しますので自宅で視聴可能です。ウィルビーのメールリストに登録していただくと随時案内メールをお送りいたします。ご登録は概要欄から。